過去最多を北海道今日更新しました6930人ですね亡くなった方が7人と発表になっています札幌市内が3000人を超えまして3095人また函館もこれ過去最多で374人300人台400人台というところも目立っていますねカレンダーをご覧いただきますが今日は6930人ということで先週の水曜日から1400人ほど増えましたそしてグラフです 過去最多を更新して6930人依然としてそのピークが見えない状況となっています道内の病床使用率ですが全道では30.1%札幌市は39.6%と非常に高い水準となっています